皆さんこんにちは、翔平 TV です。前回の動画で、肩を壊した話をしたと思うんですけど、二十歳の時に、実は肩を壊したんですけど、その時には、土曜日に硬式の社会人野球、日曜日に草野球軟式という感じで、もう硬式軟式を土日でやってたんですよ。それもあって半年後ぐらいかな、やりだして半年後ぐらいに肩に異変が起きてきて、まあ寝てても激痛だし、腕もこう上がんなくなるしみたいな感じで、ちょっとおかしいなと思いながら、ちょっとこの日ちょっと休みたいなと思ったんですけど、どうしても大事な試合だから投げてくれっていうことで、まあ休みを入れてたけど、まあ行って投げたんですよ。まあ要するに投げすぎですね。投げすぎのもあって、肩を壊したんですよ。ボールも投げれなくなりました。全く塁間も投げれない、塁間の半分も投げれない、まあ、そんな状況になってしまいました。でそこでもう俺野球人生もうダメだ、終わったなっていう気持ちになったんですよ。でそっからもう野球はもう離れて、高校野球いい思いしたし、もうこれで野球いいやって思って、自分ウーバー好きなんで、ウーバーワールドのライブに行きまくるっていうなんか趣味ができたんで、それにこうどっぷりにもう移行しちゃってハマってたんですよ。でもうそれで3年ぐらい経って、23歳ぐらいになって、もう全く野球やってません、ボール投げてませんっていう時に、そのウーバーワールドのファン仲間とカラオケに行きました。でカラオケでウーバーいっぱい歌います。その後にちょっとバス船行こうぜっていう話になったんです。で俺はあんまりそう乗り気じゃなかったんですけど、あじゃあいいよ行こうか、俺ちょっと昔野球やってたしみたいな、セボ俺野球やってたわみたいな感じになって、で行ったんですよ。そしたらストラックアウトがあったんですよ。でストラックアウトで、あ翔平野球やってたんだったらちょっとできんだろうみたいな感じで、いや肩壊してるよ俺みたいな、肩壊してるから無理だよとか思いながらも、ああいいよみたいな感じで投げたんです。そしたらなんと肩の痛みが消えてたんですよ。肩の痛みが消えてて、あれ投げれんじゃんってなっちゃって、何みたいな、投げれるじゃんってなって、それからもう速攻前の野球チームの人に連絡して、ちょっと今度ちょっと見に行っていいですかみたいな、ちょっとまたちょっと参加していいですかみたいな感じにし言って、まあ、参加したんですよ。まあ、さすがにもういきなりマックスとはいかなかったんですけど、こうまずフォームとかフォームの改善とか、あとまあボールの感覚とかいろいろこうね、思い出しながら、ちょっとずつ、まあ、1イニングでも2イニングでもまあそれぐらいですね、大体それぐらいでこう投げたりして、まあ感覚をつかんでいって、でなんとか元に戻るようになったんですけど、もともと自分ってオーバースローだったんですよ。腕がねちゃんとね上がんないですよ。これがマックスなんですよ。これがマックスで、こっちは左手ね、左手はこうやって上がるんですよ。こうやって上がるんですけど、こっちはねここまでしか上がらないんですよ。俺引っかかってなんかここしか上がんなくて、だから自分の中ではオーバースローで投げてると思ってるんですけど、実際動画見たらスリークォーターになってるんですよ。しっかり上がってないんですよ。こういう感じになってる。一応こう、ね、肘より上になってるけど、出どころはしっかりこうなってない、なってないですよ。そう、一応こういう形ではありますが、スナックスっていうチームに今、向こうさんと一緒に入ってるんですけど、レベル高い中で今こうやって肩はこうマックスまで上がんないですけど、こういうふうに動画とかで皆さんに俺の経験とかスライダーの投げ方とかツーシームとか、まあ、いろいろね体の使い方とかいろいろこう語ってはいるんですけど、実は俺のそういう裏側がねそういう感じになってまして、まあ肩壊したなりに投げれてるかなっていう感じ。
まあ、肩壊してね、本当にもうこれで投げれないっていう友達も何人か知ってるし、ね、肩壊してからもう、ね、野球何年もやってないよっていう人もいると思うんだけど、もしね3年ぐらい経ってさ、ちょっとボール投げてみようつって、もしかしたら投げれるようになるかもしれない。そういうのを自分は言いたくて、あの大好きな野球をさ、肩を壊したっていう理由でやめてしまうのは、まあ、本当にもったいないと思うんですよ。で自分も3年間忘れるようにウーバーにどっぷりハマってやってましたけど、やっぱりどっかで野球はやめらんないなっていうのが自分にあったんですよ。ちょっと投げれるかもしんないって、こうちょっとの可能性をさ信じて、半年以上は結構我慢して、投げたいけど投げれない状況なりながらも、1イニング1イニング1イニングってこう毎週毎週こうちょっとずつ投げさせてもらって、それで今っていう感じなんで、向上心があれば何にでもなるかなっていう感じ。まあ肩壊して野球やめるのもまああるけど、やっぱり、ね、肩壊しても打てるじゃん、走れるじゃんって思う人もいるんだけど、自分の場合ピッチャー目線ね、ピッチャー目線で言うと、ピッチャーでやってるやつってやっぱ投げれなきゃ野球って楽しくないんですよ。俺の自分はそうですよ、自分はですけど、やっぱ投げれないと楽しくないです野球は、自分はね。だから投げれないんじゃもう野球楽しくないっていう状況まで本当になってたんで、今本当に楽しいですよ、野球できて投げれて。動画見てる方もまあ知ってると思うけど、やっぱスライダーがねめちゃ曲がるとか、スライダー教えてほしいって言ってくれる人もいるし、ね、いつの間にかスライダーの名前が鬼スライダーっていう球種みたいになってたりするし、なんかもうで自分のスライダーを参考にスライダーバシバシ、三振取れましたみたいな報告も、してくれる子も、増えてきたし、ね、昔なかったことが今あるっていうのはすごい嬉しいことなんで、今後ともなんかそういうの話せていけたらなって自分的には思ってます。ということで今回は、実は翔平肩を壊していたというお話でした。はい、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、さまざまないろいろコメント、肩の直し方とか肩肘の直し方とか、そういうのが、自分はこうでしたっていうのがあったら、ぜひとも、下のコメント、からなんかご意見をお願いします。はい、ということで本日の動画は以上となります。それではさよなら。